胸がドキドキしたり苦しくなったりあるか？するメルディ、ドキドキなる。クイッキーの表情かわいい。苦しいけど楽しい、くすぐったい、そんな気持ち。こういったやつですか？おお、クイッキーのこれか、一番かわいいんだよな。早く全部終わらせる。新しい気持ちはっきり見つけるよ。やべえ、キールが気を切る。結局一回も聞けずじまいか。こんにちは、獣のアビタカと申します。囲碁虫よ。今回はね、サブイベント会とかいうか、まあそういった寄り道会にしたいと思います。せっかくエターにはいろいろと寄り道要素があってね、まあ全部解説するわけではないんですけど、まあいろいろとね、いくつか攻略情報を見ながら回収していきたいなと思いますんで、どうかよろしくお願いします。まあ寄り道会だから、まあ雑談というかラジオ動画のノリで見てくれれば一番いいんじゃないかなと思います。まあちょっと何をやろうかとかね、ある程度決めてたりはするんでね、頑張っていきたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。では行ってみましょう。あったあった。よし。では、ここの闇の洞窟。僕ね、これ、実は攻略したことないんですよね。だからシャドウがどんぐらい強さとかわかんないんだけどさ、もし勝てるようならさ、まあ、サイク、フォックのアクアスパイラルもあるからね。今日まあ、初見時というか、中学生当時、2週目とか3週目とかやってもさ、結局ここ、クリアしたことなかったんで、それをね、攻略していきたいと思います。で、ここどうやらシンボルエンカウントらしいからさ、こうやって買わせるらしいんだよね。ランダムエンカウントがないのかな？本当だと。攻略情報によると。ランダムエンカウントがないらしいので、パッと、ドレインチェック。あー、なんか衰弱とかあるのかな？あれ、ドレインチェックは衰弱ってことやな。よし。まあ、パパパッと行きたい。あー、今日はしご登ってる最中にエンカウントはもう戦いめちゃくちゃだけど。刺すと、メガですから倒そう。あー、なんか強そうだな。で、ここ、光属性がやっぱ有効らしいから、多分ね。全然が、よいしょ。聖君総破弾、あ、やっぱ、総破弾系はやっぱ強いな。で、リットはさ、闇属性に耐性があるマウンベインを装備してるから、今ね、このシャドウ戦とかやってもね、勝てるんじゃねえかなと思うんだよね。だからそれにかけていきたいよね。よしよし、あとはメガですがちょっと強いかな。なめんじゃねえって。シゼル城のボスじゃねえ、シゼル城の敵と比べれば、この雑魚敵は全然だな。割かしいけんじゃねえかな。で、なんかギミックとかもあるとは聞いてるんだけどな。よしよし。ほっ！セイントハルバード。多分使わないだろう。もう使わないだろうな。あ、そや、ラストフェンサーとかのイベントも出しとくねや。ラストフェンサーっていう、確か片手剣のね、術技じゃなくて、片手剣の、そのリット用の装備があるわけなんですよ。だから、先駆バード強えな。うまくいけばさ、最終回までに、法先駆を覚えて、それによって何がしたいかって、うわ、うわ、強い強い。これ、そろそろ、いけんじゃね？あ、ヒールしちゃった。極光剣のね、使い方がね、ちょっとうまくできてないからさ、ちょっとね、ちょっと極光剣を出したいなとは思ってたんだけどな、もういねえか、うまくいきませんでしたね。まあ、こんな感じでね、この後、ギミックがあるらしいんで、そこをね、ちょっと見てみようかなと思うんですね。
そんなわけでね、まあ倍速したんだけど、あの端にいるね、光ってる4体の敵を倒すと、漆黒の闇がなんか開かれるみたいな感じで、シャドウと会えるらしいです。っていう攻略情報に書いてあった。シャドウとは初めて戦うんだよな。どんだけ強いのか、ちょっと気になるんだよな。3000ランキングはよくわかんないけど、まあ結構深いってことでわかりました。いや、やばいよ、この場所。とっとと帰ろうぜ。お、シャドウ出た出た。さて、お前の強さ、見させてもらおう。もし強すぎたらアクアスパイラルでゴール押すぜ。あれ?あ、そっかそっか、キール会ったことなかったな、そういえば。あの時フォックだったもんね、いたの。え、じゃあ、キールじゃなくてフォックがやることによって、久しぶりの会合みたいな感じで戦っても、それはいささかね、仕方ないというか、不可抗力みたいな感じですよね、っていうことかな。つまり、フォックを使っても、許されるんだよ。オッケー。さあ、シャドウ。お前、あれだよな、デスニー2でもさ、エクセキューションの後の具現結晶。ルナシェードか、ルナシェード。じゃあ、シャドウではないのかな、あれ。シャドウに似てるんだよな、ルナシェードのやつ。あ、ボツン、こっちの BGM になるんだ。へぇ。オッケー。で、エンプティールがね、なんか HP が無限らしいから、あんま相手にしないで、さっさと倒そう。さっさと、シャドウを倒そうって言ったことで、頑張んなきゃいけないらしいです。TP を気にするな。12万か、多いな、HP。で、光属性のね、え、パニッシュメント。なにこれ。え、強っ。何そのかっこいい必殺技。ずるー、それ。強いな、シャドウ。強いけど、レムよりかは意外といけるんじゃないか説があるんですね。レムより HP が多いのは当然なんだけどね。にしても、まあ、わりかし、今んとこは、ダメそうとは思えない気がするね。とりあえずあれだな。エンプティートールが邪魔だから、シャドウが力出してくんない。早く炎症してくんねえと困るな。なるほど。これ戦いづらいな。なんか敵の攻撃が早いんだもん。インディグネーションで敵の攻撃に便乗、敵の攻撃便乗じゃなくて、こっちの術技に便乗して、よいしょ、あとはファラが、まあ足を引っ張るというか、エンプティードールの、なんだ、ヘッド買ってくれればいいんだよな。え、攻撃中無敵じゃん、こいつ。ふざけんな、じゃあやっぱ術技と合わせながらやんねえとダメか。くそ。本当は、よっしゃ、とにかく。やっぱ攻撃中は無敵になるらしいから、これレイ使うよりもぶっちゃけフリーズランサー使った方がいいな。シャドウ当たり判定がでかいから、そのまんま、やれそうな気がするんだよね。あ、もう1万8000じゃ全然余裕でいけたな。レムと比べたらやっぱマシな、なんかレムみたいなさ、確かにさ、なんかまた厄介なやつは確かにあるんだけど、それでも相対的に見て全然いけるっちゃいける。やっぱ、あー、ファラが死ぬ。経験値はこいつに分けてあげたいから、よしよし、パニッシュメント。あー、誰か死んだかもしんない。いけるか、耐えれるか、リット耐えてくれ、リット。ダメだこれ。けど全然、やっぱレムよりかはやっぱこっちもレベル上がったからか、いけるような感じきましたね。サモンデーモンはこれあれかな、ハードモードだからやってるのかな、わかんないけど。よし、目に耐えられるな。オッケー、倒す、あとちょっと。いけ、誰かゴリス、先空走破だと何発かやればいけるでしょ。あ、いける、もうなんか、するシーズン勝てんじゃない。あ、TP 足りてねえや。ファラがオレンジ組を、メルディにやって、で、するシーズン。今ここでぶっ破して、とどめさせてやれ。かっけえ、やってやってください。多分とどめさせるんじゃない、これで。あったー、正直。いや、大勝利出して勝ったのは、ちょっと嬉しいな。なんか、おじさん嬉しくなっちゃう気持ちだ。あ、ニュースキル。そろそろ、猛虎連撃波とかさ、覚えるんじゃないかな。まあ、いいや。シャドウと戦ってみ、しかも、人生で初めて戦ってみて、ハードモードやってみたんですけど、全然フォックいなくても余裕でいけました。まあ、レムの後だからね、多分レムの前にやるとね、これ、綺麗は。シネル城でもう、ラスボス手前まで行ったから、割かし簡単にいけたわ。反復なり、あ、結構話分かるやつだな。とりあえず適当にメルディの方でいいや。そうだ、さ、レディアントマイソージ3の非容疑として、キールはレム。メルディはシャドウでしたね。レディアントマイソージ3で非容疑出たんですよ。じゃあ、レディアントマイソージ2ではメルディ出てなくて、リット、ファラ、キールは出演したんだけど、キールは非容疑なしだったんですよねっていうのをね、豆知識としてお伝えします。まあ、テレズファンのみんなならきっと知ってるだろうな。キール、俺も感動したぜ。何感動したんだよ、リットは。
比べて慣れると結構見渡せるもんだな。はい、という感じでした。よし、まあ、シャドウゲットしたはいいんだけどさ、あ、可愛いアイコン。アイコン可愛いんだけどさ、問題はこのシャドウ。使うかって言われたらさ、多分確かシゼルってさ、あれだったよな。闇耐性あったよな。だから使う機会多分なさそうと思うんだけど。まあ、それはそれとしてねってことでよろしくお願いします。じゃ、まだまだ時間もね、あり余ってることだし、次のね、目的地行ってみましょうか。次はね、あーもう使えねえか、あれ。あったあった。よし、次はね、リットの片手剣武器、ラストフェンサー習得のね、イベントやりたいと思います。で、これはゾシモスに話しかければできるし、これもちなみにやったことないからね、攻略情報、頼りでいろいろやっていこうと思います。で、リバビュースの、なんか、功績うんぬんで、この世界に剣を作る技術を持ったものはいないか。そんないろいろいそうだけど、アイビのサーグラット男は武器工房を持ってる。リバビュースは剣の素材としても理想的な特性を持っている。へぇ。で、これでね、次、アイメンのサグラに話しかけに行けば、イベントが発生するらしいです。行ってみましょう。しかし、人間たちも頑張るんだな。これもこれで来たー。なかなかやるよね。ここまで来れるとは、僕全然思ってなかったさ。バカにしやがったに。人間という存在バカにすんな。いいね、大奨励スキットだ。イニシエより共存してきたのです。すなわち、人間に奨励が助けられることだってあるのです。やいノム、おめえはぼーっとしてるから人間に迷惑かけねえようにな。僕迷惑なんてかけた？そうよ、あなたの方がよっぽど迷惑。みなさん、マジでイフリート、なぜタニアイフリートはこんなポジションになったのか。私たちの使命はただ一つ、彼らの行く末を見守り惜しみなく協力することです。ちなみに人間に一番迷惑かけたのは直近だとセルシウスだよな、あれ。マジ町一つをね、凍えさせたからな。さて、崩壊したアイメンに久しぶりに来ました。マジで悲しいな、悲しいな。パートいつぶりだこれ。ちょっと分かんなくなってきちゃったけどさ、この中でね、サグラ、ちなみにサグラもね、確かあれだったな、ドラマ CD、 後日談ドラマ CD で確か活躍した記憶があります。確かサグラって単語出てたんだよな。だからサグラちゃんとね、このまま生き続けて、あ、で、ここでゾシモス出てくるんだよ。早いんだよな。ゾシモス来ていたのか。働いてるのは明日だけ。今、ゾシモスの監修があるということでね。ラストフェンサーって僕持ったことないから楽しみだな。どんな武器なんだろう。武器を作っているのか。剣を作ってみて。どんだけ攻撃感あるのかわかんないけど、清流というより強ければ結構ありがたいんだよな。中子も融合しない。で、これについて、アイメンとフィールド、まあ、5復ぐらい ?5 復以上すれば、なんかできるらしいんで、ちょっとパワーパッと往復してきます。5復ぐらいはしたはずなんだけど、果たして様子はどうですか?お!なんだこの音は。大丈夫か?大丈夫だ。問題ない。いいな、サグラ。問題なかったか。一番いいの頼む。お、ありがとうございます。インフィレット・セレスティアの技術を集大した。おー、インフィレット・セレスティアをフリンジしたようなラスト・フェンサー。フェンサーってどういう意味?よくわかんないけど。やったわ!さすと、その武器の火力とは、清流と見て、ラスト・フェンサー!おー、メイチュアップ。特に属性とかな、あ、キリナムコになってるんじゃん。キリナムコになってるじゃん。で、しかも回避と命中、コウムアップするって考えたら、どうだろうか。清流刀よりかはコスパがいいんじゃないかなと思う。てか、ラストフェンサーってもしかしてあれか。エクスカリバーよりもラストフェンサー。これね、リットのあれだね。リットのさ、あレジェンド・マソイジシリーズって、なんというかキャラクターがね、そういったその作品の象徴的なね、装備を、やるみたいな部分があって、まあ、要は何が言いたいかっていうと、レジェンドマイソロジーのキャラクターのデザインとして、あの武器がね、あるわけなんですけど、それぞれなんかこう、作中に出てきたゲームとか、そういったものをね、レジェンドマイソロジーシリーズでキャラクターのね、方に採用されてたんだけど、リットが持った武器、ラストフェンサーだったかな、確か。レジェンドマイソロジー1から3にかけて、リットが装備した剣は、おそらくラストフェンサー説がある。例えば、クレスはエターナルソードだし、ミントはユニコーンスタッフだったっけな、ユニコーン、まあ、確かそんだった気がするんだけどね。うろ覚えで申し訳ないわ。いかんせん、レジェンド・バイソルジーシリーズも15年前だからさ、プレイが。
セレスティアは謎に満ち溢れているな。もう真面目なスキットばっかり。まだまだ僕の知らないものが聞けない。隠されていそうだ。はいな。いっぱいたくさん。すごいのあるよ。セレスティアには七大秘宝ってのある。お、アイフリーズですか。すごいよ。七大秘宝？例えばなんだ？例えば大海賊の遺産とか。計らずも。すでに手に入れてしまった。確かにもう手に入れてるよこれ。まあまだ全部ってわけはないけどね。よし、じゃあラストフェンサー僕でゲットできたことは次のイベントに向かって行っていきたいと思います。ここで、あったあったあった。次はね、チャットの新しい特技をね、術技を覚えるイベントやっていきたいと思います。アイフリードの挑戦状っていうのがあるらしいです。これもね、僕初見時の時やったことないっつか、中学生時代やったことないから、これもこれで僕初めて見るイベントになるんですけどね。どうせならやっていきましょう。エタナンスルを覚えるらしいんだけど、そのためにはアイフリーの挑戦をね、乗り越えなきゃいけないし。どうした？モニュメントがすり替えられたと。なんて書いてあります？ 120 と128。ほー、確かに毎年数字違い、前200何とかと90何ぐらいだったもんな。120、128が手がかりってなると、確かに。アイフリーズ結局生きてるの？あ、まあ、子孫って言ってもまあ、いや、わかんねえよ、もう。いや、アイフリーで生きてるはずじゃない。いや、親からの挑戦状だったりしてね。よし。じゃ、行きますか。今日もう、チャットはね、リットたちの旅にここまでついてきてくれたんだからね、もうついていかないとな。リットたちもよ。じゃ、次、その120、128に行きたいと思います。9、120、おい、来たー！で、ここで何があるんだ？ここでなんか算数教室みたいなのやるらしいんだけどね。これ親がやったんじゃねえかな？両親がやったんじゃねえかな？どうなんだろう？ピコハンリベンジ？何ピコハンリベンジって。よくわかんないアイテムゲットしちゃった。あれ？これとはまた違ったっけ？まあ、今度はぜひチャット一人で導いてもらってくれ。だけどピコハンリベンジゲットしました。あ、やべえ、エターナルスローターこれちげんか、もしかして間違えたわ。なんだ、まあまた頑張ろう頑張ろう。チャットの小屋でなんかあるらしい。エターナルスローターチャットの小屋でやるらしいんですよね。間違えましたわ。さてと、これで、お、このイベント僕初めて見るわ。チャット環境マジで何もやったことなかったからな、本当に。いやー、嬉しいっちゃ嬉しいな。 SE2208。 じゃあチャットはあの勉強したことないから全然算数、あ、そうや、そっか、そう、チャットは義務教育受けてないからね。いや、受けてるのかもしんないけど、わかんないけど、要はあの全然ダメらしいです。それくらい安全できなくてどうする。あ、これでアイフリードの算数教室というか、アイフリードの算数バトルが始まるのか。母と同じこと。お母さんいるんだよな。お、もしここでご両親の言及があるのか。あ、アイフリード挑戦中出てた。なんて書いてあるんだこれ。もしかしてやっぱ両親がやってんじゃないかな、こういうの。よし、これでエターナルスロー。エターナルスロー強いからよ、マジで。習得してきてえな。といっても、あんま、エターニアで強いって聞いたことがあるんだけど、実際僕エターニアで使ったことはねえんだよな。レジェンドマイストリージ2で初めて使った。いや、こんなことあったんだって初めて知ったもん。よし、アイフリートアジトに来いということで、20498の場所だったあのアジトのところにね、行きたいと思います。はい。またスゴロクギャルとかじゃないよな。次なんか算数の挑戦状って書いてあるから多分大丈夫だと思うんだけどね。では、アイフリードのアジトに行きたいと思います。お、イベント発生した。なになに、こっからが本番だと。またスゴロクやるとかじゃねえな。え、もう一回やんの、スゴロク。やだよ、僕。あの運ゲーやりたくない。誰が喋ってるんだ。よし、まずはゴールまで行かなきゃいけないの。あ、ちょっと一人で、え、一人で大丈夫か？それ本当に大丈夫か？お前の火力的に。まあ、レベルはある程度高くなったけどさ。え、うわぁ。あ、違った。びっくりした。なるほどね。スゴロクの代わりに、これか、こうやって算数教室というか、算数挑戦状。ステージ2つ、レッドステージが3つ、セボリが3つ。体力かかる薬草は、なんか、これは余裕ですね。5つ。ステージとレッドステージですね。5マス進むべし。はい。あ、こういう感じなんだ。こ
こうやって正解したら進めると思うんだけど、間違えたらどうなんだこれ。バナナ2つ、キウイが3つ、アマンゴ、アマンゴってなんだ、ちょっとキャベツが3つ、果物全部で、全部、まあ、アマンゴ、果物と仮定するなら6つあります。6マス、すいません、ありがとうございます。まあ、こんぐらいね、アマンゴぐらいはね、うん、フルーツをね、見ててね、過言で大丈夫です。あれで山かと思いますね。トマト3つ、ポテト4つ、トマト5丁、食材の名前ついてるトの数は、これはですね、4つですね。 OK です。トマトとポテトと豆腐が、これはね、トマトに2つ、あとは、なんだっけ、ポテトにね、1つ、さらに、豆腐にね、1つ、そういう感じです。10で買い口、スカーフを巻いてる方が5人、パイプを返してるのが6人、スカーフを巻いてる方が、全員、うわ、論理が増えてきた。スカーフを巻かずにパイプを返してる方が何、おたけ4人でしょうということで、正解ありがとうございます。まあ、今のはね、論理学的に考えてみればね、考えていけば言い切るんですよ。なんかそういったあったんですよ。公務試験とかでもやった。公務試験で論理学あるからみんな気をつけてくれな。前の問題でパイプを返していた回路が何、これは余裕で6人に決まってるでしょ。よしよし。結構順調にいけてるね。このボンド一直線いけるんじゃない？泡グラス3つ、鍋の下3つ、トートバッグ2つ。はいはい。これアイテムだから、道具に分散、泡グラスで、3つになるのかな、これ。OK です。いや、なんてことはね、引っ掛けもなんでもないけど、トートバッグ相手に見つかって、これちょっと武器になるんでね。2×3×2+29-1×29 は、これはつまりまず29、29で、2、6で、4! 余裕ですね。まあ、皆さんもね、もう解けてると思うんですよね。僕もね、余裕で解けております。カラオで1個、カラオで1回、おこげサンド4回、アマニンドーム3回、これ3回とか、そういった回数になるの。攻撃ルールのレッドソティを何回使った、これは余裕ですね。1回になります。カラオで1回使ってるんで、レッドソティは。まあ、辛いからね。エビビーツ、ビートとは、キャベツ8つ、ポテトなんて、レッドソティ8つ。大丈夫、これだけよ。ホットボルシチは、これは5回やりますね。任せてください。ありがとうございます。じゃあ今日もしテンションが低いと思ったら、すいません、花粉症に僕苦しめられております。許してください。おじいさんたちは子供が4人ずつ、おじいさんたちは子供たちにも4人ずつ子供を。これはつまりね、そうそう、おじいさんたちは孫の方が全部で96人まとられたから4の上なんですけど、おじいさんたちは何かって言われたらそこは6人なんですよねっていうことです。6万すみません、ありがとうございます。まあ、皆さんね、これもご存知だと思うんですけどね。はい。まあ、以上ね、これが、アイフリード算数の挑戦でした。阿部長さん、よくそんなすぐ分かりましたねって。大思いでしょ？端側に攻略情報で回答全部見てるから今全部回答見たからね、余裕でした、ありがとうございます。あと足し算のやつ、足し算と掛け算と引き算のやつあったじゃん、あれだけちょっとせっかくだからやろうと思ってあれだけ暗算でやったけどさ、正直最後の問題なんてこんな分かるわけねえだろ。まあ時間制限ないから多分解けるっちゃ解けると思うんだけどさ、まあ今回はね、別になんかこのイベントをガチでやるとかじゃなくて言い訳させてください。あくまで今回はイベント開始するのが目的なんでね、そう、許していただきたい。何でもはしません。はい。だけ一人で解いたよ。これも攻略情報のおかげだ。有志の諸君ありがとうございます。これなんかくぐり抜けるとは大解読にふさわしい精神を持ち主と見た。しからば何時に全部伝来の技を授けよう。というわけでこれでエターナルソロ、これエターナルソロはね、1分間投げるか TP がで全部尽きるまでね、ピコハンを投げまくるっていう技になりますね。早速試すの？お、どうしたどうした？そして、早速、花粉症にやられてる僕。花粉症やられてる、ここよりで終わり時だな。おじいさんのようで立派な解読になるためには、暗算くらいできないとダメです。あ、やっぱ絶対両親が協力したんだな。何回愛されてたんだな。愛されたって言っちゃった。愛されてるんだなって。両親アイフリードのことは、まあ、いろいろと嫌ったね、嫌いはあるかもしんないけど、チャットのことは思ったっていうことですね。永遠など、それこそ永遠。なんだこれ。いや、エターナルスト、この TP の数だと正直すぐつきそうだけど、パイングミとか使いまくれば全然やれそうですね。よし。というわけで、ね、まず今回のサブイベント会社はここまでしましょう。まだまだね、いろいろとやりたいサブイベント、次回ミニゲームとかも挑戦したいと思いますんで、よろしくお願いします。なので、まあ、一旦ね、サブイベント回収、ここまでにしたいと思います。次回もサブイベ回収したいと思いますんで、よろしくお願いします。その、次サブイベ回収して、その次でね、最終回を予定しようかなと思ってますんで。では、今回もご視聴ありがとうございました。また次回のテレビのメタニア実況はその他の動画でお会いしましょう。ではまた。